はい、皆さんこんこにちは、えー、今回はブラストで人の ACE2 の相当性検索をやってみようということで、えー、ブラストの練習をしていきたいと思いますでブラストとはまずどういうものかっていうと、えー、ベーシックローカルアライメントサーチツールというのの略で、えー、ブラストという名前になっているそうなんですけども基本的にはあ局所的なペアワイズアライメント 相当性検索というのを高速に行うプログラムであったりアルゴリズムであったりを、まあ、この BLAST という名前で呼、えー、んでいるということになっています。でこのプログラムっていうのは例えば NCBI アメリカの、えー、国立生物工学情報センターになりますけどもそこが、まあ、提供していたりするものがあるのでその ウェブツールを使ったりすすることととが割と多いかと思いか思ます今回も NCBI のブラストっていうのを使わせてもらおうと使って勉強していこうと思います。でまずブラストに含まれているプログラムにはどういうものがあるかっていうのはいくつかあるんですけども。 まあ主にはあヌクレオチドブラストという塩基、まあ、配列を見て塩基配列を比較検索するものそれからえプロテインブラストと言ってアミノ酸配列を見てアミノ酸配列を比較検索するものそれからブラスト X という塩基、えー、配列を見てアミノ酸配列を比較検索するものそれから T ブラスト N と言われるアミノ酸配列を見て塩基配列を比較検索するものこういうふうにいろいろ あるわけですが、今回は、えー、この2つ目のプロテインブラストというものですね、アミノ酸配列を見て、アミノ酸配列を比較、えー、検索していくものを、えー、使って ACE2、人の ACE2 の相当性、えー、検索を行うということをやっていこうと思います。まあ、つまり、他の動物で同じような ACE2 というのが出ているかどうかというのを探していきましょうとい,、まあ、ういうことになります。 えー、AC2 っていうのは何だったかというと、この、えー、最近の問題になっている新型コロナウイルスの、えー、表面にあるこのタンパク質、ス,、えー、スパイクタンパク質というものが表面にありますけれども、これがまず人細胞の AC2 っていうタンパク質を標的にして結合することで、うんえー、このすることで、 えー、新型コロナウイルス、えー、SARS-COV2 というのが人の細胞に感染していくということが知られています。まあ、そういう意味で、まあ、ACE2 というのは、まあ、最近、えー、有名になってきたというか注目を、えー、集めているタンパク質ではないかと思います。でまずこの ACE2 のヒ、えー、ACE2 のアミノ酸配列をユニプロットを使って、えー まず見つけましょうという、そこからやっていきたいと思います。まあ、このユニプロットっていうのは、前にもやったことがあるので、まあ、もう説明はいいかと思いますが、ここにユニプロットのウェブサイトに行って c 2と打って、検索をかけます。 でえー、とそうすると、えー、いろんな動物のものが捕まってくるので、えー、とヒューマンに限定して、えー、したいと思います。そうすると AC2 ヒューマンというのがここに見つかってくるので、これをクリックします。で、そうして、えー、こういうふうにいろんな AC2 の情報が出てくるわけですけども、その中で今欲しいのは、 えー、シークエンスの情報になります。まあ、あの、えー、2種類、えー、バリアントがあ,あるようなので、えー、まあ、あ2つ、ここではあ、えーあで、出てきているようですけども、 ここではもう最初の、最初に出てきている、えっ、ー、と、この i s o ォーム m 1っていうのを、えー、そのまま使っていきたいと思います。まあ、それをファスタ形式で表示させます。で、えっ、ー、と、この、えー、ファスタ s 形式で、えー、出てきたあ配列情報を、えー、コピーして、えっ、ー、と、覚えておくということをやります。 でその後で、えー、次に、えっ、ー、と、これが、まあ,あー、Google 検索の画面ですけど、まあ、七夕なので、まあ、なんかこういうふうなのが出てますね。えっ、ー、と、ここで、えブラストと打って、えっ、ー、と、ブラストの、えぇ、ー、NCBI ブラストのホームページに行きます。 そうすると、まあ、ここの一番最初の Web ブ,ブラストというところで、ヌクレオチドブラスト、プロテインブラスト、ブラ,、えー、ブラスト X、T ブラスト N というこの4つの、えー、プログラムをに入っていく、えー、ボタンがここにあります。今回はプロテインブラストを、えー、使いますで。ここのプロテインブラストのところに、えー、先ほど、えーえー、ユニプロットで、えー、見つけたあ配列を えー、貼り付けるということをします、まあ、ここにファイルをダウンロードして、ここにファイルをアップロードするというのも、えー、可能です。それから、あーデータベースはあーレフセックプロテインを選んでいます。そしてそのままあブラストという、ここのボタンを押します。そうすると、まあ、2分ぐらいかかるんですけども、まあ、こうやって b、えー、ブラストのプログラムが走っていってくれるということになります。 まあちょっと2分ぐらいかかってしまうので、あらかじめやっておいた、この、えーえー、ブラストの計算の結果っていうのを、えーここえー、次にお見せしたいと思います。ま,あ、まず、えー、こういうような画面が出てくるわけですけども、えー、この下の方に、このデスクリプションのところからが検索結果になります。こういうふうに、人の ACE2 からゴリラの ACE2 から、こういうふうにいろんなものが、えー、見つかってきています。 これを、まあ、全部、えー、比べるとちょっと見にくいので、セレクトオールを外して、えー、と人の AC2 と、今回はゴリラの AC2 と、えー、100番、今 100, 100個ずつ表示しているので、100番目のやつですね、えー、ボスタウルスってなっていますけど、えー、とこれ多分、えー、とオス、牛だと思います。牛の。えー これ牛,牛だと思うんですが、まあ、それをクリックしておきます。相当性のレートは80.99%ぐらい同じと。でまあ、人の場合はもともとこれを鋳、e、型に使ったので100%一致していますと。でえー、とゴリラの方は99%一致してますということになっていますで。これをまずグラフィックサマリーで見てあげると。 今、ここにまとめを表示しようとしていますね。まあ、こういうふうに大体どれも同じぐらいの長さで、うん、あるというようなことが見えてきて、えっと、さらにアラインメントを、えー、やってもらいます、まあ。ペアワイズアラインメント、一つ一つアラインメントしていきますが、まず、えーとえー、クエリ、えー、今回使ったあ えー、ユニプロットで探してきた配列と今回の配列を比較すると、まあ、当然ながら、えー、同じ配列が捕まっているので、まあ、100%どこも一緒です。まあ、この比較はまあ大して面白くないんですけども、まあ、同じもの,とおんな同じものをが見つかってその同じものと100%一致しているという結果がまあここに見えています。で次にゴリラと、えー、の比較ですけども 上に、えー、とユニプロットで、えー、見つけてきた配列ですで。下がゴリラになっています。こうバーッと見ていくと、まあ、ほとんど一緒で違っているところが見つけられないんですけども、ここですね。頭のところに、えー、とここ S だったところが G になっている。と、ここだけ、えー、とちょっと違うっていうふうなのが、まあ、見えていて、ほぼほぼ、えー、とゴリラの AC2 と、えー、人の AC2 は同じだということが見えてきて、まあ、こういうふうに見ると、なんかゴリラの えー、細胞にも、えー、新型コロナウイルスはなんかくっつきそうな感じがするなというふうに見えてきます。で、えっ、ー、と、さらに、えー、これ、ボス・タウルス、えー、牛ですね、えー。これを見てあげると、上に、えー、とユニプロットで見つけ,あ見つけてきた人の、えー、シークエンスです。 で下がボス、タウルス、牛のシークエンスになりますが、えーとえー、ゴリラの場合と違って結構違っているところが出てきています。ここであるとか、まあ、こことかも違うし、えー、ここも、えー、全然違っているところがありますね。まあ、こういうふうに、えー、と結構、えー、違っているところが、まあ合ってるえー、一致しているところもすごくたくさんあるんですけども、違っているところも見える。まあ、80%ぐらい。 えー、先ほどの結果だと80%って出てましたかねだいたい81%ぐらい、えー、一致しているということなので、まあえー、今お見せしたぐらいの、えー、と一度があ,あるというようなことに、えー、なっています、まあ、こういうふうにして、えー、と他の種類に、えー、ある、えー、同じようなタンパク質を プラストっていう、えー、プログラムを使って見つけてくることができるっていうことになります。はい、今回はここまでにしたいと思います。